わけで今日は鎌倉にやってまいりました。たくさんいろんなもの、おいしいものをね、食べ歩きしたいと思います。皆さんも、いい情報があるかもしれませんよ。それじゃあ行ってまいります。改めまして、浜尾京介です。今回の作品は演技やスポーツ、イメージシーンの撮影ではなく、素顔の僕をたくさん皆さんにお見せします。食べることが大好きな僕ですが、今回は一番大好きなお菓子をメインに鎌倉から美味しいものをたくさん紹介します。お楽しみに。ありますね。ほら、こんなお肉屋さん。最初は美味しいお店やお土産屋さんがたくさんある小町通りから甘いものを探して歩いてみました。長いっすね、小町通りってね。こんなたくさんあるんだね。お団子屋見つけました。入ってみましょう。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。うわ、美味しそうですね。どうしようかな。なんかおすすめとかありますか。おすすめはね、ここの上の飾り団子がうちのおすすめなんです。あ、そうなんですね。へえ。なんかいろんな種類ありますよ。美味しそう。どうしようかな。なんか本気で迷っちゃうな。どうしよう。みたらし団子も美味しそうだし、桜のねみたらし団子もね美味しそうだし、いちごも美味しそうだし、蜂蜜も美味しそうだし。ダメだ。これはね、本当に迷ったんですよ。じゃあこのいちごのやつ、いちご一本、はい、150ですね。そのままの手渡しでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。いちごあんっていう、団子、ここのお店のおすすめの商品を、買いました。では早速食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しいですね。なんかすごい特別なお団子で、こんないちごがついてるお団子なんか初めて食べたんで、すっごい新鮮ですね。で、このなんかジャムみたいなやつもいちごのジャムで、すんごい美味しいです。はい、こんにちは。はい、いらっしゃい。じゃあこっちのナンバーワンの紫芋のソフトクリーム。はい、今度は即決で決めちゃいました。これはね、まあゴミなんで、ここポイしちゃいます。はい、紫芋のソフトクリームいただきます。これまた冷たくて美味しいですね。これ、僕が想像してた紫芋のこのソフトクリームはもうちょっと味が濃いのかなと思います。っていうのはなんかもっと紫芋の味が強いソフトクリームなのかなって思ったんですけど、そうじゃなくて全然違くて、すごいなんか食べやすいですね。
なんか、はい、とても美味しいです。そして歩いていると美味しそう。これ美味しそうですね。これホクホク、はい、ナルト金時も入れたお芋さん、はい、芋まんじゅうですね。もう一ついかがですか。若いですね。うん、若いのよ。気持ちだけは君に負けないくらい。こちらのホクホクお芋さん1個くれませんか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ熱いですよ、はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。どうですか。おいしいです。この周りについてるお芋の味がとっても斬新で伝わってきますね。すごい美味しいです。そして鎌倉名物といえば鎌倉コロッケ。こんにちは。いらっしゃいませ、どうぞ。ここはコロッケ屋さん。はい、コロッケですよ。うわ、美味しそうですね。チョコとかね、有名ですよね、はい、チョコ、抹茶、黒ごま、柚子など7種類ありますので。お、7種類あるらしいですよ、はいはい、どうしようか。チョココロッケ。チョココロッケ、これは中全部チョコです。それも入ってないので。本当ですか、はい、デザート感覚で。うわ、はい、美味しそうだな。意外と有名です、こちらも、はい、はいはい、いかがでしょうか。どうしようかな。決まりでした。どうぞ。黒ごま、7種類もあると思っちゃいますね、はい、どれも美味しそうだからな、はい、何しましょうか。じゃあ、はい、まあチョココロッケを一つと、はいはい、あと、食べ歩きでよろしいですね。食べ歩きで、はい、はいはい、チョコと、あとは、はい、でもね、さっきね、ソフトクリーム、お芋を食べたんで、はい、ゆずコロッケ、はい、これまた初めてのゆずコロッケ。あ、そうですか、はい、美味しいですよ、美味しいですか、はい、あ、美味しいですね、これ。なんかのお肉も入ってるんですけど、お肉の中にこのちょっとだけ柚子が入ってて、すごい美味しいです。なんか春にぴったりの味ですね、これは。爽やかな感じで、すごい美味しいです。チョコですよ、これは。チョコだ。これはもうお菓子ですよね。コロッケじゃなく、お菓子として僕は多分その種別として分けちゃうんですけど、いいですかね、これ。まあチョココロッケなんですけど、僕は、まあ、コロッケの分別じゃなく、お菓子のコーナーに多分これ入れていいと思います。これ本当に甘くて美味しいです。森永製菓さんにやってきました。今日は僕の大好きなチョコボールについてとことん探っちゃいたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。キョロちゃん、キョロちゃん、みんなのアイドル、キョロちゃんです。うわー、キョロちゃん、こんにちは。キョロちゃん、はじめまして、浜尾京介です。今日はよろしくお願いします。超嬉しいです、超嬉しいです、やばいですね、キョロちゃん、超嬉しい。よし、行こう、キョロちゃん、行こっか、行ってきます。僕の一番大好きなお菓子チョコボール、味の種類やおもちゃの缶詰の歴史をレポートしちゃいます。いけるかな。うわ、ここに、うわ、すごい。これが初めての1967年、これ初めてのパッケージですよ。すごい。でも僕もチョコボール本当に大好きなんで、はい、そのパッケージが変わったりいろいろするっていうのはちょっと知ってるんですけど。ありがとうございます。ここまで変わってるのは分からないですね。そう、おもちゃの缶詰、おもちゃの缶詰だ。うわー、もうおもちゃの缶詰見ただけで僕ちょっとテンション上がっちゃったんですけど。あー、よかった。